ーの、メリークリスマス。おっしゃ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 。近い。いつまでやってんだこら。浴びせ倒し。だが。ダイヤのエース。聖堂高校精神寮クリスマスパーティー。皆さん、ダイヤのエース聖堂高校精神寮クリスマスパーティーにようこそお越しくださいました。イエーイ。本日のパーティーの司会進行を務めます三幸和也役、桜井孝宏です。よろしくお願いしま す。同じく司会進行の川上則文役の下野博です。よろしくお願いします。いやー、野球漫画のイベントが相撲の聖地に上陸です。もうクリスマスだし野球だし相撲、もう何を取ったらいいのか分かんなくなりますね。そうですね、我々が司会の理由はですね、はい、まあ三幸はリード力、はい、そしてあと、下野さんは、私の場合はですね、パーティーといえば唐揚げ、唐揚げといえば、はい、ねえって書いてあります。そうです。やっぱパーティーに唐揚げはつきものですからね。そうですね、パーティーに唐揚げはつきものです。なんで繰り返すんですか。いや、はい、大事なことだからもう一回言っといた方がいいかなと。いや、そうですね、ここがかの精神寮です。そうですね、すごい飾り付けされておりますけれども、こんなモニターがあるんですね。ちょっと邪魔ですね。だいぶ部費を。そうですね。全然いいんです、出演者の皆様もガンガン我々と加わっていただいていいんですよ。マイクを置くのやめてもらえません。今のドラマ後の休憩時間みたいになってる。うん、全然違いますからね、今イベント中でございますから。ちょっと終わりましたからね、ある意味ちょっとまあ休憩だかなと。そうですね、まあ明日クリスマスイブなんつって。そうですね、クリスマスイブでございますね。ロマンチックじゃないですか、ロマンチックなひとときを皆さんと一緒に我々が。サンタがいっぱいいるんですよ。そうなんですよね。あ、本当だ。ヒゲまでつけてるからもう。ありがとうございます。サンタだ。でも皆さん、サンタより丹波だよね。サンタより丹波。クリスマスよりクリスだよね。おお、聖なるよりより古谷悟だよね。それ強引じゃないですか、それ。るだけですよね。大丈夫ですか、それ。いやいや、書いてあるんでね。そうですね、いい感じでございます。書いてあるならしょうがない。あったまってまいりました。はい、では皆さん盛り上がる準備万端ということでよろしいでしょうか。大丈夫ですか。ちょっと声ちっちゃいんじゃないですかね。盛り上がっていきません。いけばめちゃうか。なんだよ、おっと。それダメじゃないですか。やるならやってください。やるならやってください。待ってくださいよ。気持ちは変えますけど。気持ちが先行しております。紹介いきましょうかね。どうですんぞ。では今から出演者に一人ずつ挨拶してもらいますので、今の感じで声援よろしくお願いいたしますね、皆さん。はい、じゃあ大阪くんから。はい、皆さんこんばんは。ありがとうございます。サムライジン役の大阪亮太です。クリスマスの電話何もありません。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ありがとう。山下がこんな相撲の聖地で野球のイベントができるとは。古谷悟役、島崎信長です。僕もクリスマスは仕事なんで、今日はみんなで最高のクリスマスパーティーをしようぜ。よろしくお願いします。皆さんこんばーい。ダメ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 。何今、何今。ちょっと待った。早い早い早い。うっかり、うっかり言った人いるでしょ。明日はクリスマスイブということで、こういう挨拶にさせていただきました。今日はよろしくお願いします。あいつ今日危ねえぞ。そうだった、こういうやつだった。思い出した。皆さんこんばんは。金丸新人役の松岡泉です。本日は皆さんが楽しんでいただけるように本当に楽しんでいきますので、よろしくお願いいたします。松岡君、スタートから死んじゃいそうだよ。涙目すぎるよ君。全力だ。せめてまばたきして。アジャートばかりだからね。キャーハッハー。皆さんこんばんは。倉持良い弱の浅沼慎太郎です。今日はイルミネーションに負けないぐらいピカピカの笑顔を見せてください。よろしくお願いします。綺麗、かっこいい、かっこいい、すごい綺麗。皆さんこんばんは。どうも、小湊良介役の岡本信彦です。いや、弟が本当すいませんでした。
ねえ、本当困ったもんですよ。でも楽しんでいきたいので皆さん今日のイブイブ楽しんでいきましょう。皆さん、ウガ、めっちゃ綺麗なウガいただきました。ありがとうございます。マスコットレッカー畑野渡です。今日はよろしくお願いいたします。皆さんこんばん、ダルシャー。伊佐敷純役よろしくお願いします。尾野幸です。よろしくお願いします。今ひどいな順番。伊佐敷純役尾野幸ですが、ちょもう一回あのこんばんだらしゃご賞をお願いしてもいいですか。こうサラウンドでいただくことめったにないんでね。じゃあ皆さんこんばんって言ったらだらしゃで返してください。ご協力いただけますか。ご協力よろしくお願いします。ご賞ください。せーの、こんばん、最高、メリクリー。いや、みんないい子よろしくお願いします。何でもかんでも言わせんなよ。超嬉しい。さすが。じゃあどうぞ。皆さんこんばんは。俺たちは誰だ。ありがとうございます。ゆうき哲也役の細谷芳正です。よろしくお願いします。全部は長いからね。確かにね、全部は長いです。全部は長いですから。ちょっと感動しました。汗かいてるじゃん。ちょっと全力感、はい、全力感、決め球はカーブ、中身は危険球、丹波光一役森田正和です。よろしくお願いします。はい、あまり大きな声を出すことがありませんが、皆様本当にメリークリス。聞こえません、聞こえません。本当に本日は短いですけどよろしくお願いします。いやお腹痛いみたい。はい、そしてですね、先ほどドラマでこの方のキャスティングがサプライズで明かされました。ご挨拶をお願いします。皆さんこんばんは。この度東條英機役をやらせていただくことになりました蒼井翔太です。よろしくお願いします。いやー、やっと発表できましたね。そうですね、翔ちゃんよろしくね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまあアフレコ自体はねちょこちょこと進んでてね、葵くんも登場していてみたいな感じなんですけども、はい、葵くんは改めてダイヤのエースのメンバーに加わった心境はどうですか。いやもう緊張以外の何者でもないですね。本当ですか。もうすごい震えてるんですよ。あのすごいそうです。小型犬みたいな。小型犬みたいになっちゃう。昨日の夜はもう緊張しすぎて、あのある方にいろいろ LINE だとかメールをしてしまい申し訳ありませんでした。まあ僕なんですけど、ちなみに俺も来たんだ。ちなみに俺もメールもらった。あれ泣きそうって LINE が来たんだ。誰でもいいのか。まあでも葵くん入って男前率がぐんと上がりました。そうですね、助かります。ありがとうございますね、本当にね。諸先輩方は余計ないじりで変な癖をつけないようにね、葵くんにね。ダメですよ、気をつけてくださいね。お願いします。さあということで、そいつだね。あさあということで、葵くんの参戦でですね、また一人生徒メンバーの活躍が描かれることになりますが、さらにですね、なんともう一人あるダイヤのエースファミリーが今日のためにメッセージを送ってくださったそうです。お一体誰なんでしょうか。では皆さんでこちらの方を見てみましょう。こちらです、どうぞ。伊藤さんかな。いるいる今。両国国技館にお集まりのダイヤのエースファンの皆さん、こんばんは。グレです。ただいま北海道は帯広でライブ中です。ライブからのコメントになりますが、皆さんダイヤのエースは見てるかな。本当かよ。はい、ということで、今回はですね、グレがダイヤのエースのオープニングテーマを飾らせていただいております。ぜひともですね、これを機にグレーのライブにですね足を運んでほしいし、そして、そうですね、声優の皆さんとですねすごく楽しいひとときをですね過ごしてほしいと思います。いつか僕らもですね皆さんのそのねイベントに、参加させてもらってライブでもできたらなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。そして、国技館で楽しんでる皆さん、思いっきり楽しんでくださいね。ということで、グレーでした。そしてグレーと帯広の皆さんでした。それでは
さよなら。おお、ダイヤのエース新オープニングテーマ走れ未来を歌ってくれているグレイの皆さんからのメッセージでございました。すごい、帯広から両国国技館へメッセージがライブ中にすごいことですね。撮り方すごいですね。ねえ、あえて客席が映る形でっていうのがなかなか、ね、じゃあ俺たちも帯広に返す、こうやって撮りますよ、こっちに。どうやって逆にありますこっち側にカメラ呼んで、カメラぐらいそうね、あの間に合わないけど、間に合わないね、間に合わないね。ということで本当グレイのファンの皆さんにもご協力いただきまして、ということでグレイの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まあ、テルさんからのメッセージにもありました通りですね、会場の皆さんにはこれからの時間を思いっきり楽しんでいただきたいところなんですが、残念ながら森田さん、細谷さん、並川さんは次の試合の登板があるためここでお別れです。本当ですか？これからじゃないの？いやー、オープニングこれからじゃないの？すいません、もう肩がダメなんですよ。早いっす。ほらほら、まだ1回の裏ですよ。次の登板あるって言ったら代わりに俺が行くから残れよ。いやいやいや、ほらほら、これはないっす。何とさせまくれよと。いやいやいや、何やってんの？訳が分からない。髪の毛バッチリ染めてんじゃねえかよ。やる気満々です。いろよ、コミナト兄弟みたいな髪の毛バッチリ奪われちゃってるから、3兄弟に。コミナトの一番上です。ちょうどクリスマスツリーみたいになってるぞ今は。いい感じだよ。まあ、せっかく葵さんがね加わってくださったのにもう3人のおじさんたちとはお別れということでですね。おじさんってなんだよ。森田君最年長だよね。そうなってくるとそうなりますね。そうだね。それは本当だったんですね。それはリアルです。それ本当でしたね。あ、びっくりしました。じゃあ最後はじゃあ胴上げで送り出す。じゃあ、いや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 、ちょっと危ないんで。おかしいおかしい、やめやめやめ、危ない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 んで、危ないです。いやいや、お前ら本当やるから。ここでやるとシャレにならないからね。シャレにならないから、シャレにならないからね。自己で出し投げになっちゃうからダメだよ。この後のイベントについて、お三方から葵さんに何かアドバイスとかあったりしますか？お願いします。いや、じゃあ、本当に隙見せるとあいつら本当胴上げするから。マジでそれだけは本当にガチで内緒だから、あいつらマジで。わかりました。でも心強く持って。わかりました。よし、よし。あの人めっちゃオンマイクだけど。そうだね。すごいリードしてる人いますけど、ここに一緒になってやると明日喉が使い物にならなくなるから。あ、やばいっすね、それはやばいっすね。気をつけておいて。よし、よし、よし、よし。めんどくさいなと思ったら誰なんでこれ誰誰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 誰今どっから声出した。誰か喋った。いや、ちょっとちょっと声高かったなと、自己紹介で声高かったなと、ちょっと手前めんどくさいと思ったらスルーしても大丈夫な人。おめえがめんどくせえよ。的確です。的確。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でもね、グレイさんからのメッセージも聞けて本当良かったですよ。この後の登板もお三方頑張れそうですね。はいはい、はい、頑張れそうです。この頑張ってくださいね。頑張ってくださいね。はい、ここで頑張ってる俺らを感じながら頑張ってくださいね。はいはい。絶対思い出さないですよ、あの人たち。あいつらもう少なくともあそこの2人は絶対思い出しません。あいつらすごい勢いで着替えて出てくるんだぜ、もう。細谷君は本当に思ってくれるぞ。そうだね、僕は思い出して頑張ります。なんなら言います。じゃあですね、精神寮を去る前に、3人から会場の皆さんにメッセージをいただきたいと思います。じゃあ細谷さんからお願いします。さっき自己紹介したばかりですけども、結城哲也役の細谷義正です。本日はですね、非常に短い間でしたけれども、皆さんと一緒にちょっとクリスマスを過ごせて嬉しかったです。まあ、僕もクリスマスの予定はないので、今日クリスマスだと思っていい日だったなと思って帰ろうと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、フシこと丹波浩一役森田正和です。なんか小野くんがフシをすごく悪用してるということで。すいません。はい、なんですって。まあ、例えばおトイレ終わった後とかにフシ、本当にやめていただきたい。本当すいませんでした。ね、便利な言葉ですからね。本当不思議、すいませんでした。本当にすいません、不思議、ありがたいでございます。まあ、始まってすぐに出なければいけないということで本当に申し訳なく、なんでしょうね、稽古総見の前、いや、もう場所前に相撲が終わってしまったというような感じで、若干本当に心苦しいんですけれども、この後
きっと1年生2年生しっかりと頑張ってくれると思いますので、皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、本当に、僕も結構長い間この業界でイベントもたくさん出させてもらったんですけど、一番短いイベントだと思います。そうですね、クリスマスイブの日は多分森田君と夜一緒に過ごしてるんじゃないのかなと思いますけど、はい、ちょっとそうやって怪しい二人みたいになるんでちょっとやめてもらっていいですか。お前言い方考えろよ。ということでですね、本当に新しいメンバーも加わり、各担当の皆さんもいらっしゃるので、奥の方まできっと楽しめるイベントになるんじゃないのかなと思いますので、最後まで楽しんでいってください。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のイベントはここでさよならですが、引き続きアニメ本編では結城も丹波もクリスもバキバキに喋っておりますので、はい、これからも3人の活躍を楽しみにしていてください。ということで、結城哲也役細谷義正さん、丹波光一郎役森田正和さん、滝川クリス優役浪川大輔さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。本物だ。ありがとうございました。本物だ。雨降らさないでくれてありがとう。大きな拍手で送ってください。晴れにしてくれてありがとう。いや本当忙しいところありがとうございました。皆さんお楽しみください。お疲れ様です。俺たちは誰だ。どうもありがとう。やっぱ1回しかやんないんだね。あいつやり逃げじゃねえか。乱発しやがって。藤岡さんひどい。聖なるやつを聖なるやつを乱発しやがって。